では、今日、もう一つのエクササイズを紹介したいと思います。前はスクワットだったんですけども、人間は歩行するとき足を開いて歩きます。その上でよくトレーニングに使われるランジという動作です。結構皆さん適当にこういうふうに足を前出してランジをすると思うんですが、基本的な体の使い方からまず説明します。まず膝をついたとき、膝つま先の方向が真正面向いてて、股関節が正面向いてます。で、前後ろ絶対重心がぶれないようにこのまま立ち上がる、とてもシンプルな動作です。で、シザーリングといって、お尻とお尻がグッと締まって両足が伸びきる、で、股関節がぶれないように動かしていきます。じゃあ今日もこの3人デモンストレーターになって頑張っていただきたいと思います。で、横向きの動作で、見せていきます。まずこういうふうに膝をつきます。そうすることでどこに返ってくるのかっていうのは明確になります。耳か肩、腰、膝、これが一直線ぐらい常にキープしてます。で、一番重要なのはこのかかとです。常に上がってます。足底部がしっかり伸びて、で、股関節の向きが正面向いて、特に前に出てる足の股関節にしっかり肩甲骨がグッとはまるように、で、スクワットと同じように脇を締めて、はい、じゃあこのままもうちょっとつま先正面、膝の向きも全部揃っています。はい、このまままっすぐ上に立ち上がります。せーの、まっすぐです。まっすぐ上がってもっと上がります。さあ、膝伸ばしきります。両方伸ばしきります。そう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 。で、このまままっすぐ下を下ります。はい、ここでちょっと止まっててください。そう、これ人間が一番ストレスを得にくいんです。重力に対してまっすぐなんで、ももだったりとか両方イーブンでプレッシャーが入ることでストレス分散することができますからね。はい、ゆっくり下がります。はい、まずラスト1回、はい、せーの、止めます、止めます。止めて体胸張ります。で、耳から全部一直線です。はい、OK です。きつい。ありがとうございます。